はい、本日はですね、今後の YouTube チャンネルについてお話していきたいなというふうに思います。ということで、僕あんまり普段ね、こういう自分のパーソナルな部分ってあんまり、パーソナル部分ってあんまり喋らないんですよ。それこそ、まあ、服以外の話って、自己紹介でしたことあるのが1本と、あと、うつ動画っていうのが1本だけあるので、計2本しかないんですよね。600本以上動画出してる中で、あんまり自分のことだけについて喋るっていうのはこの2本しかなくて、基本的にはまあ、洋服のこととか、あと Vlog とかね、そんな感じでやらせてもらってるんですよ。バイクとかキャンプとかやらせてもらってるんですけど、まあ、それでね、ちょっとパーソナル部分もね、知りたいという方もいらっしゃったりしますので、今回ね、お話をね、させていただこうと思いました。で、僕自身がですね、まあ、毎月今、洋服代に30万円ぐらいかけさせてもらって、YouTube でこうやって発信してるんですけども、別に金があるからやってるわけじゃなくてですね、ひいひい言いながらやってるということにはなってるんですけども、2018年から始めて、そっから今で3年目ということで、ずっとこのスタイルでやってたわけではないんですよ。最初はね、そんなことなくて、どんどん形を変えながら、こう、今の状態になってきたと。でそこから未来はじゃあどう考えてんのかっていう風なねお話をさせていただこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、まあ、まずは今後を語る上で始めた当初からねちょっとずつお話しさせていただいて、その時にね実はこんな大失敗をしましたとかね、でこういう方向性にシフトしましたとかね、でこんな感じでねやっていってね気づきがありましたとかね、で逆に未来はこういう風にやっていこうと思ってますみたいなねお話をしていく感じでいきたいなと思います。時系列に沿ってお話ししていこうと思います。ではまず2018年からお話ししていこうと思うんですけども、まず無一文ですよね。ほんまに1ヶ月の給料が入ってこへんというまさに無職の状態から YouTube をスタートして、第1本目が記念すべきヒッチハイクの動画やったんですよ。で、まあ、知らん方もいらっしゃると思うんですけど、ヒッチハイクします言うてそれを動画に出して、別にヒッチハイク系 YouTuber になりたくてやったわけじゃないんですけども、まあ、なんか記録としてね残せれたらいいなと思って、まさか YouTube で収益なんかすると思ってなかったんで、普通に、まあ、はい、じゃあヒッチハイクしていきますなんて言いながらね、まあ、若干鬱を引きずった状態でヒッチハイクが始まったわけなんですよ。それはね記録用で、まあ、いずれ子供とかができた時になんかこう怖いこととかあってもこうやってお父ちゃんもやったんやでみたいな、29歳のお父ちゃん頑張ったんやでみたいなことでね出せたらいいかなと思って記録用として置いたんですけども、それがですね何本か出してるうちにこうヒットしていくんですね。でそのヒットしていたのが何なのかというと、今もやってるんですけどノースフェイスやったんですね。ノースフェイスの服っていうのをたまたまその教員時代にめちゃくちゃ買ってたんですよ。でその教員の時の仕事着を全身ノースフェイスにしてたんですよね。ジャケットもインナーもパンツも全部ノースフェイスで着てて、あいつ毎日ノースフェイスやなっていろんな先生から言われたり、子供からも何そのマークって言われながら毎日ノースフェイス着てたんですけども、あ、俺ノースフェイスの服あるな、これ捨てる前にどうせやったら紹介しようと思って紹介したのがきっかけやったり、あ、今年のダウンジャケットでマウンテンダウンっていうジャケット欲しいな、じゃあそれ買いに行くから動画にしてみようみたいな感じで動画にしたのが、まあバーッと再生数が回って、ほんまにそれまで誰も僕のこと知らん、再生回数なんか毎日1回とか2回とかで、あ、3回できたやんと思った時は自分回してるんですね。自分が3回見てたっていうこともあったりするぐらい誰も僕のこと知らんかったんですけど、まあ、その辺ぐらいからちょっとずつ増えてきて、1日100回回るようになったりとか、200回300回、ほんまにもう1日単位で1000回2000回って増えていって、なんやこれみたいな感じでね、こうどんどんチャンネル登録者数も増えていたっていうのがその2018年やったんですよ。でまあ僕としてはですね、別に知り合いとかにも全員に教員やってたし、うつ病で辞めたって言ったし、 YouTube やってるって言って、これもうバズらんかったらめっちゃ恥ずかしいなって思いながらね、もう誰に隠すこともなくやってたんですけど、それこそ自己紹介の動画っていうのでチャンネル登録その時26人やったんですよ。で僕こんな26人の僕がねとか言ってね、草むらのとこで喋ってるんですけど、これ誰が見んのと思いながらね、これも記録用でいやと思ってね、まあ出したも出したんですけど、今となってはいい思い出ですよね。26人の時のチャンネル登録の26人の時の映像が残ってるっていうことで、まあ自分のやりたいことをやっていって、こうなんか前例ないことですけどみたいな、教員辞めて YouTuber になるって前例ないことやけどやっていきたいんですみたいなこと言っててね、まあふざけたこと言ってるわ、今となって思いますよ、ふざけたこと言ってんなと思うけども、まあそんなことを29歳の僕は言ってました。でまあ32歳の今僕から見たらね、まあ青いなと思って見てます。で、まあ、ガーッと伸びていってね、まあ、やりたいことをね皆さんが応援してくれたっていうところで良かったんです。で2018年で1万人行きました。もう開始して2ヶ月ぐらいでも1万人バーンと突破してね、でありがたいなと思ってて、そのまま2019年に入ったわけなんですよ。で2019年に入ったはいいんですけど、これノースフェイスの欠点というかね弱点っていうの僕知らんかったんですね。その当時は普通にまあこのまま楽しくやっていけるわと思ったんですけど、ノースフェイスとかアウトドア系って夏場ちょっと弱いんですよ。で検索とかもね
ちょっとボリューム下がるんですよね。で冬場はまた逆に上がってくるということで、これノースフェイスだけじゃなくて、ノースフェイスもそうやし、パタゴニアもそうやし、いろんなアウトドアブランドっていうのが夏はちょっと弱めなんですよ。で冬場にかけて上がるっていうことは知らんかったんで、普通にそのまま2019年に僕は入ったんですよね。ほんなら、まあ、ありがたいことにもうすぐに広告収益だけで30万以上稼げるようになったりして、あ、教員より稼げるようになるかもしれんみたいなねことで、まあ、やってたんですけど、2019年入ったらですね、あれちょっとこれ収益落ちてきたなみたいな感じでね、ちょっとこれまずいんじゃねえのみたいな感じになってきたんですよ。でもそれこそ YouTube 一本でやっていくってその時言ってますからね、あの教員も受かってんのに辞退してますから、道を切ってるわけですね。あの後に戻る道がもうないという状態なんで、やべえぞこれ、いよいよますます無職になるぞという話をしてたんですけども、その時に二択が僕の中で来たんですよ。でそれが何かっていうと、今のまま自分のやりたいことをやっていくのか、それともじゃあ次はちゃんとお客さんとか視聴者さんを喜ばせて回数とかをしっかり取っていくんか、どうするのっていうところに来たんですよ。要は趣味で行くのか、ほんまに仕事としてやっていくのかっていうところで2019年に来たんですよね。まだそれどないしようというふうに悩んでる時にですね、またうつ病に向かいになったんですね。2019年の秋頃からまたうつ病になったと再発したんですけども、もうその時はねまた何も考えれなくなって、でまあちょっとゆっくりしてからじゃあ考えようということで、だいたい半年ぐらいかな活動は休止してたんですけども、そこありがたいことにちょっと冬場でしょ、2019年の秋冬になってきたってことで、去年の動画がねまた回り出したんですよ。動画上げてないけども回り出したってことで、お金はねほんまにある程度入ってたんですよ。だからまああのなんとかできてたんですけども、その半年間ぐらいまあ休業して、休業というかまあ勝手に活動休止してたんですね。でまあ2020年になった時に、あじゃあどうしようかってなったら、やっぱり皆さんにこう喜んでもらった方が僕も嬉しいし、ちゃんとね仕事としてやっていこうということで、まあそれまではもう僕服欲しい服ってなかったんですけども、まあ、皆さんはねこういろんな服見たいっていう方も多かったんで、まあいろいろじゃあ服買っていこうと、でそれを皆さんにこう見ていってもらって、ちゃんと仕事としてやっていこうっていう風に完全にシフトしたんですね。それが2月頃やったんですよ。 YouTube 始めてちょうど1年半ぐらいですかね。あこれは遊びじゃいかんと、ちゃんと仕事にしていこうということで、がっつりギアを仕事モードに変えていって、まあ、ちゃんと皆さんが求めてることは何なんかっていう調査をしたりとか、あとニーズを分析したりとかしていてですね、あの今まではそんなの全くしなかったんですよ。まあ言うたら趣味の延長みたいな感じだったから、俺がやりたいもんやるんやみたいな感じでバーンってやってたんやけども、ちゃんとお客さんに喜んでもらわなあかん、視聴者さんに喜んでもらわなあかん、楽しんでもらわなあかんっていう風に考えると、まあ、しっかり見ていかんとねできひんっていうことで、まあ、たまにコメントとかでこういうの見たいとか、例えば平凡な一日見たいとかって言っていただいたりすることあるんですけども、まあ、そんなもねちゃんと数字見ながら、ああいう平凡な一日とか嫁との Vlog ってめちゃくちゃコアな視聴者さんとか僕のファンの方にめっちゃ刺さるんですよね。だから満足度高い動画っていうのも裏から見ててわかるんですよ。で対してファッションの動画って満足度の高さはその時の動画によって変わるんやけども、やっぱり普段僕の動画を見てない方とかがね見てくださったりするということで、まあ、どっちもねバランスよく出していかなあかんなっていうのもね裏の数字見ながらねこう判断させてもらったりはしてるんですけども、まあ、そういうことをやることによってですね、まあ、数字がちゃんと着実に伸びていって、2020年は、がっつり毎月30万かけてやっていこうということで、まあ、シフトしたじゃないですか。ほんならまあちゃんと伸びていったと。でまあちゃんとねデータも見てるからもちろん伸びていくんですけど、まあ、その辺からね、まあ、自分の中でね人の期待に応えるのでめっちゃ楽しいなと思ってね、あの喜んでもらえたりするし、自分一人よがりでやっててもね喜んでるの自分しかおらんけど、やっぱ喜んでもらいたいと思ってやることが仕事じゃないですか。皆さんもお仕事相談されてると思うんですけど、まあ、それで喜んでもらったらね、あ嬉しいなと思って、でもっと喜んでもらおうと思うとやっぱり自分一人ではできんくなってくるんですよね。でそれぐらいから外注さんに依頼するようになって、まあ、外注さんって何っていうと、例えばこう動画の編集してもらう方もね僕依頼してたりする方が、まあ、3名ぐらいいらっしゃったりだとか、あとまあライターの方がいらっしゃって文字をね書いてくれる人がいらっしゃったり、あとウェブ担当でねウェブのちょっと調整をしてもらう方がいらっしゃったりだとか、あとそれ以外にもね分析チームがあったりするっていうことで、今となってはね6、7名、7名ぐらいの方にいろいろ外注さんで依頼してて、この分野はこの方に依頼する、この分野はこの方に依頼するみたいな感じでいろいろ依頼させてもらってるんですけど、やっぱより大きいことをしようと思うとね一人じゃこうできんくなってくるじゃないですか。ほんで今はいろいろそうやって投げてるんですけど、そういうのを投げるようになったのが2020年の後半ぐらいからですかね、こうまあ投げるようになっていって、まあ今1年ぐらいもう投げ続けてるんですけど、まあ、そうやっていくとね、まあ、何がいいかっていうとね、やっぱり背負うもんがあるじゃないですか。で背負うもんがある、そのまあ僕でやった嫁もいてますけど、嫁以外にもねそういう外注さんのねご家族もいてはるってことで、その僕が払った外注費がそのお子さんのプールのお金になってたりだとか、まあ、僕が払った外注費がそこの食費になってたりとか、いろいろそういうのが効いてるんですよね。ほんならやっぱその人らの人生も背負ってるってなったりしたら、より頑張ろうって思うし、よりいろんな人にね喜んでもらいたいなって思うじゃないですか。まあこれはね僕だけじゃなくてね、この見ていただいてる方もね、まあ背負うもんってあるじゃないですか、ご家族とか、まあお子さんとかね、
パートナーとかってねあると思うんですけども、僕の視聴者さんってやっぱ20代から40代の方が一番多いんですよね。でここって今の日本を動かしてる人じゃないですか。でまあそのうちの男性なんですよ。僕 95% 男性だからね、めちゃくちゃ今日本の社会を動かしてる人らが僕のチャンネルを見てくれてるっていうことで、その人らをね楽しませていけるようになれればね、日本自体もねどんどん頑張ろうっていう風になっていくじゃないですか。だからまあ僕がやってることはねその大したことではないんですけども、まあどうせね服レビューするのもええんやけども、服レビューしながらでもね、あ明日もまた頑張ろうかなとかね、あ今日も良かったなとかね、まあそういう風になればいいなと思ってやってるんですけど、やっぱそういう風にね思ってもらおうと思うとやっぱどうしても一人じゃ結構厳しいので、まあいろいろ考えてます。で今後はですね、来年やることもイベントとしては考えてるし、再来年やることまでね2023年かまでは一応考えてるんですよ。でそれも今の力ではね要到底できないんですよね。でまあもうちょっと大きくやっていかなあかんし、いろんな人のね力を借りやなあかんということなんですが、まあそれはね近々年内に10万人を目指して頑張ってるんですけど、10万人到達した時に2022年の、やることは発表します。だからまあそれはね楽しみにしていただければいいかなと思うんですけども、これからもファッションのレビューはもちろんするのはするんですけども、よりね多くの方にね喜んでいただけるようなことがあったらいいななんて思いながらやらせていただいております。まあだからまあ最近やったらねキャンプ始めたりとかバイク乗ったりもしてるのもそうなんですけど、まあいろんな人ねキャンプやってる人も多いし、僕の視聴者さんでバイク乗ってある人も結構多いんですよ。ほんなら分かる分かるとかね、あそういう時役立つんやとかね、あのそんな感じてもらったらいいかなと思うし、それがねやったらね僕商品もオリジナルで作ってるんですけど、まあそれもね YouTube の収益を引っ張ってきてるんですよね。だからお客さんに買ってもらったお金で作ってるんじゃなくて、僕 YouTube の収益があるからもうそこを引っ張ってきて、でそれで箱作ったりとか商品作ったりとかするっていう感じにしてるんで、まあお客さんにね負担させへんようにいいものを作ろうというふうにやってるんですけど、まあそんないろんなことしてこう視聴者さんにね喜んでもらいたいなと思って、まあ頑張ってはいてるんですけど、今後もねまあそれをちょっとずつ大きくしていこうかなというのが今後の狙いです。だからまあ一応ね年内は10万人を目指しますけど、それを過ぎるとね特にチャンネル登録で目指してるとこってないんですよ。だからまあ2022年のイベントをこれやると、で次2023年はこんなイベントやるっていうのだけ決めてるんで、まあそこに向けてどう走っていくかっていうのがね自分の中でこう課題なんですけども、またその都度その都度ね発表しますので、また応援していただいたりとか見ていただければね嬉しいかなと思います、というのが今後のチャンネルの流れになっています。まあ戦略的な部分に関してはね、まあまあ今回は喋らんでもいいかなと思ってね、まあ今後のチャンネルについてぐらいねサクッと話して、まあ今後もこのまま続けていきますし、一応服の予算もね30万で1ヶ月考えてますので、まあ30万以内であればね、こういうの買ってほしい、ああいうの買ってほしいってね言っていただければね、それ買ってレビューしてっていう感じで、まあ、やっていこうかなとは思ってます。これからチャンネルが大きくなっていけば、その予算がもうちょっと大きくなってくると思うんですよ。30から50枚になってきたりとかすると思うんですけど、まあ今のね僕の段階ではね30が限界、もうこれ以上は無理やでいいことなんで、まあ年間400万ぐらいか、まあ、かけさせてもらってね頑張っていこうとは思っております。ちょっといろいろね話しすぎたんですけども、また他のことについてはね他で語っていこうと思うし、10万人突破したら10万人突破記念でねイベント内容とかも言おうかなと思っておりますので、その際はよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、タクゾーの今後の YouTube のチャンネルについてお話ししてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。